こんにちは。チルドエレン教育ファブです。今日は、足首の強化についての練習の、やり方について、紹介したいと思います。陸上競技において練習の中で、前の動きというのがほとんどだと思いますが、踏み切り、跳躍パート、走り幅跳び、高跳びの踏み切りにおいては、足首に自分の体重の何倍もの力がかかってしまいます。なので意識して足首の方を鍛えて生きて、いけたらなと思っています。ちょっと実践をしています。ここに3つコーンが置いています。これはコーンではなくて、何かマークがあったらいいと思います。今だいたい1メートル50から2メートルぐらいで置いてますが、この距離を伸ばすのは自由に伸ばしてもらっても結構です。ちょっと家の中では難しいと思いますが、学校や、家の前なので、練習をしてもらえたらと思います。前へ行く動き、必ず体は前を向いておいてください。最初は走って前に行きます。1つ目のコーンに来たらサイドステップで次のコーンまで行きます。ここまで来たら戻ります。このコーンまで来たら次後ろに行きます。これを繰り返します。やってみます。これを何度も繰り返すという形になります。ストップウォッチ等があればタイムを測って自分がどのぐらいでいけたかっていうのも測ってみるのも、まあ一つ練習になるかなと思います。一つポイントとしては後ろに下がるときです。上体が起きていると後ろへ、重心がいって、まあ、こけてしまう可能性もありますので、必ず少し重心を下げた状態で腕をしっかり振って後ろに走っていくっていう形をとってもらうと安全にできるんではないかなと思います。今大変な時期ではありますが、工夫次第でたくさんの練習ができると思います。来シーズンに向けて、いろいろ工夫をして頑張った練習を積んでいってほしいなと思います。以上です。